はい、こんにちは。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今ね、神奈川県湯河原町にあるママネの湯さんでお風呂入ったところですね。さっぱりしましたね。いやー、もう今湯河原温泉であれですね、本当の源泉かけ流しには高校ぐらいになっちゃったんじゃないかな。ちょっと今ひそひそ喋ってますけど、あんまりね、ちょっと大きな声出しにくい雰囲気があるんで、ひそひそ喋ってますけど、すごく良かったですね。はい。ここはね、でも湯治宿ですから、あんまりね、大勢で来てもらっても困りますって感じかな。はい。よかった。よかったよ。ということで、少し散歩しますかね。はい。ここはあれですね、中田旅館ですね。確か。もう、営業はしてなさそうですね。右手になるのは、伊豆田旅館さんで、こちらはまだ営業されてますね。うん、ここはもう本当、建物はもう本当にあれですね、古い作りで、あえてこの形で残されてんだと思います。こだわりですね。はい。まあここをやり曲がります。はい。ここはですね、愛せる湯河原の妹通りっていうところなんですけど、あれですね、湯河原でもあれですね、屈指の温泉地帯、見てくださいよ。あそこもほら、自家源泉があって、ここも自家源泉があるのが分かりますよね。素晴らしいっすね。いやー、これはここにも自家源泉がありますね。要はほら、この下から温泉を組み上げてるんですね。ほらほら、あそこからほら家が出てるの分かります？温泉をこのタンクに止めて冷やすんですね。ここら辺の源泉はですね、90度ぐらいありますんで、お湯溜めてね、冷やさないと、とても入浴に適してる温度じゃないですね。暑いです。すごく暑いですね。はい。じゃあちょっと歩いていきましょうかね。ここはね、本当に良かった。ちょっと今足ピリピリしてますね。本物の温泉ですよ。もう一軒だけですよ、湯河原で、この共同浴場。大事にしましょうね。これ共同浴場って言ってもかなり敷居が高いですけどね。ちょっと日本語をちょっと補足するとあれなんですよ。あれじゃないですか。例えば草津とか行っても共同浴場ありますけど、観光客は入っちゃダメだとか、まあいろいろこうルールがあったりしますけど、ここは一般客はダメって明確には書いてませんけど、あれですね。ちょっとにわかもんが来ると、ちょっとこうアウェイ感があるというか、あれですね。ある程度ちょっと熱湯好きでないと、ちょっときついと思います。はい。今日も体感46度かな。45度ぐらいかな。だったかと思います。外が寒いんでね、体が冷えているところで入るんで、実は湯温は44度かもしれませんけど、まあ、あと体感すごく熱く感じますね。はい。あれですね、別に熱湯をその何、楽しむっていうか、その、なんていうのかな、木を照らって、ただ熱いわけじゃないんですよ。天然温泉として、自然体として熱いんですよ。で、このね、お湯がね、結構皮膚に効くって言われていて、実際はね、
私あのアレルギー体質で、アトピーじゃないんですけど、肌がこう湿疹が出やすかったりとかするんですけど、こちら来るとピタッと収まりますね。でちなみにですね、私の肌はあの高温泉はダメって言われてて、本当は高温泉入っちゃダメなんですけど、なぜかここの温泉は入るとすっきりするっていう。お、すげえ、全部1位になってる。マジか、すごいな。令和3年、これなんかいっぱい貼った、なんかマジで本当か。へえ、こだわってますと。なるほどね。こだわってますと。素泊まりかとか書いてありますね。まあ、むしろ今素泊まりだよね、世の中もね。ちょっと歩いていきましょうか。いやー、見てくださいよ、あそこから温泉が出る。もうあそこはあれですね、錯屈してないですかね。なんか煙が出てないですからね。うん、いや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 、この一旦温泉地帯ですよ。いや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 、すんばらしい。あ、すごいですね。三角の空き地ですね。いや、三角の空き地ですよ。いやいや、すごいな。ここの空き地はずっと空いてますね。ああ、ちょっと、まあ、いやー、どうしましょうか。ちょっと一緒に歩いていきますね。うわ、寿荘手前20m。寿荘、寿荘って杉吉春さんの本に出てきてませんか。寿荘ってそうですよね、杉吉春さんの。あ、ここもあれですね、温泉、家が出ますね、温泉ですね。あー、素晴らしいね。寿荘ってどれだ、そこ、え、手前20m、どこだっけ。まあそこからも煙が出てますね。いやー、温泉街ですね。ものっすよね。はい、じゃあここ渡ってきますよ。はい、結構ね、勢いよく車来るんでね、ここ渡ると気をつけた方がいいですね。いやあ、鳥さんがいっぱいいますね。ああ、ハムですかね。鳥さんがいっぱいいますね。ああ、いやあ、川の水がきれいですね。いやあ、いや、見えますか、ハムはいっぱいいますね。これ、いやー、水が澄んでます。下までよく見えますね。素晴らしいじゃないですか。下もちょっと見てみますか。あ、こっち側にはカモはいませんね。はい、あ、いませんね。ちょっと歩いていきましょうか。いやー、いや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 、こんな感じですね。ちょっとここに
喫茶店みたいのがあるから、ちょっと立ち寄ってってみましょうかね。ということで、ここで一回撮影終わりにします。すいませんが、はい。